はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回はサガン鳥栖に激震エドワールド横浜 F ・マリノスへということでいやまさしくこれは激震というかさすがに鳥栖、えー、のサポーターからしたらショッキングだ。 ニュースが入ってきました、まあ、これまだ正式発表ではないんですけどもどうも横浜 F ・マイノスのディフェンダーセンターバックのチアゴ・マルチンスがアメリカメジャーリーグサッカーへ移籍するとそしてしかもそれ5億円の移籍金が動くということでちょっとチアゴ・マルチンスはもうこれ気持ち的にもそうなんでしょうけどもね、まあこれ後から話しますけども、まあ、移籍の方向で動いているそしてその後継者としてトスのエドワールド獲得にマイノスが動いているとっていうかこれも獲得ほぼ決定的みたいな。 流れですけどもね、まあ、スポーツ報知とスポニチさんが朝から報じていて、で、でこれあの有料サイトはですね、横浜 F- マイナスのタグマさんでこれ掲載されている横浜エクスプレスさんですね。僕もいつも有料記事読んでるんですけど、もうこれね、もうこの記事を出したということはかなりこれ大きいというか、まあそう遺跡が成立する可能性は高いんじゃないかと思います。こんな早くまさかはですね、横浜エクスプレスさん有料サイトの方がコラムを 上げられるとはとはいうことでこれもね信憑性にも白書かけるじゃないですけども報道ベースだけじゃなくて、まあ、このバンキ記者さんとかも結構もうこれ話しているんでああそういうことかって感じがしておりますけどもねはい。ということで早速やっていきましょうかね、まあ、こちらメインチャンネルでございますサブチャンネルの方でも J リーグの話をしておりますので よかったらサブチャンネルの方も動画概要欄からよろしくお願いいたします。ということで、ここからもやっていくんですけど、今回もラジオ的にやっていきます。ちょっと朝からの収録で僕もえ時間がないので、あんまりね作ることができなかったので、ここからラジオ感覚的にまあ聞いてもらったらいいんですけども、とばうう内容をやっていくと、トス、あまりにもこれは痛いぞ、エドゥルドが前の末ということで、今年はねエドゥルドをめぐっては、ガンバ大阪がですね、お金は振り込んだけども、本人がやっぱり辞めると、移籍辞めますということで、 まあ振り込め詐欺にあったガンバ大阪で、えー、ございますけれども、まあ、しかしそれでもやっぱエドワルドが残ってくれてしかも複数年契約で残ってくれたんで、まあ、トスからしたらよかったねって本当よかったねって話をしていたんですけどもそこから早1ヶ月半ぐらい経つんですかね1ヶ月以上経つんですけれども今度はマリノスの方へ、まあ、移籍が決定。 定的というのでねやっぱりこれ内容入る前に少し、ね、触れておきたいのが僕はやっぱりウラーレットサポーターでありながらも九州のクラブですねサガン鳥栖もこれ YouTube でえ全試合取り上げてきたんですけどもあのやっぱりショックですよねこう僕もやっぱり鳥栖のこれツイッターのフォロワーさんとかいっぱいねフォローしてる方とかいっぱいいるんですけどもやっぱりこう悲しんでるというかやっぱりこれユニフォームエドワールドのユニフォーム買ったよって人もやっぱりいるんですよねでそれって、まあ、これしょうがないこれ 遺跡ななんんだからプロの世界なんで、まあ、契約更新しようがやっぱりそれはあるよねっていうのは僕も前の動画でも言っていたんですけどもやっぱりユニフォーム買ってでもしかしたら今度金銭的なこれ、えー、何かあるかもしれません保証じゃないですけどもね、まあ、エドワールド移籍が本当に決定してしまってでエドワールドのこれユニフォーム申し込んでくれた方はちょっと別の方の選手のユニフォームと交換しますみたいなことはあるかもしれません保証はあるかもしれませんけどそういう金銭的なことだけじゃなくてやっぱりこう期待していた選手 選手の遺跡しかも特別ですもんね、今回のこのエドワードの流れというのは、やっぱりね、チームに残ってくれたあんだけやっぱり移籍、決定的、ガンバ大阪、決定的と言われていた中での残留だったんで、それやっぱりサポーターも期待してユニフォーム買うよねっていうのがあるんで、これは本当、移籍プロの世界なんで、しょうがない、しょうがない前提なんだけども、ちょっとトスのサポーターからしたら、これはなって。 っていうのが僕は正直な、うん、ってもうどうしようもないこれはどうしようもないことであるんですけれどもでも、なんかどうしようもななどううしようもないで終わらせたくはないなっていうなんかこうめちゃくちゃ複雑な感じがしているんですけどここをなんとかクラブ側は、ね、なんかないかなって思ってるんですけれどもね。まあ、はいということでまあ、内容ちょっと入ってくると,ちょっと、ね、市場が入ってしまいましたけれどもえそうチアゴ・マルチンスが5億円でアメリカですねの方へまあ行くということであの、まあ 一応さっきも言いましたけれども、横浜エクスプレスさんですねの,あの有料コラム、タグマさんで僕はいつも読ませていただいているんですけれども、朝の6時からですけれども、さっきも言った横浜エクスプレスさんですねがまあ有料コラムの方、公開されていて、無料の部分ですね、無料の部分にだけちょっとあえてまあ触れていこう、有料の部分に触れてしまうのはやっぱりこれ YouTube 的にもというかねよろしくないのは間違いないので、無料、誰でも読める、無料の部分だけちょっとね触れていくとですね、マルチンスはどうも最初から今年 まあ冬移籍をしようと、えー、していたようでございます。 で、まあ、最初、昨年末ですかね、まあ、チアゴが、まあ、オファーを受けて、そこからマイノスは移籍はまあさせませんと、誇示をしたそうでございます、そして、まあ、契約更新もこれ発表しているようでございますね、全く気づいてませんでしたけどもね。ということで、まあ、マルチンスとは再度契約を結んでいるんですけれども、しかしやっぱりこれ、チアゴ・マルチンス本人は年が明けてからも移籍の可能性を探っていたという話でございますね。まあ、そしてやっぱりこれチ、まあまあ、チアゴマルルンスがブラジル人の 選手なんで、まあ、アメリカに移籍することによって距離が近くなりますね、これ国という意味ではアメリカと、まあ、北米、南米ということで、まあ、このブラジルとの距離が近くなるというので、やっぱりそこのね、まあ、この制度ビザとかもそうですけどもね、まあ、いろんなこれ問題でやっぱり家族に会えなかったりとか、まあ、するのでねそういう意味でもうアメリカからのオファーというのはチアゴ・マルチンスにとっては、まあ、魅力的なものだったのかなというのがありましてここからは有料記事になってくるんでここから先はもう一切話 しません本当たしまさんのこれ横浜エクスプレイさんの記事、いろいろ情報載っているので、たくまさんの URL、僕、多分いつもこれ YouTube の概要欄貼っているので、そこから見ていただけたらと思いますけれどもね。っていう、まあこの冬の、ね、マルチニスの動きが実はあったというのでね、ねだ,、ま、だからマリノスからしいたら本当出したくない選手であったら間違いないというか、本当1回誇示してるわけで、契約更新も。 しているの出したい。選手ではなかったけど、やっぱり本人の意思が勝ってしまった。まあ、昨年レオナと浦和レッツで言うとレオナードがこの時期ですねチーム離脱して中国に行ってしまったんですけれども、まあちょっとね。まあ、似て非なるケースですよね。完全にこれは？ マルチンスはもうマリノスが嫌でとかねそのなんかお金につられてとかじゃないと思うんですこれはもう本当国に近いブラジルにやっぱ戻りたいとか戻りたいというかま近くでプレーをしたとかねそういうのがあってで本当入国の問題とかビザとかいろんなこれ国によってね今対応が違うのでそういうところでやっぱ難しさがあったと思いますそういう意面はちょっと、うん、こうマルチンスの気持ちもわからんでもないというのはありますこれはもちろんマリノスのサポーターからしてもちょっとショックはショックで間違いだと思いますやっぱりもう J リーグでは帰国外の 選手なんでね。これ、ほんとチアゴマルシンスってなんだけハイラインのね。サッカーをマリノスがやってあんなに失点しないのはこれやっぱマルチンスがしっかり動いてくれて汗かいてくれてる。おかげで、やっぱりマリノスのサッカーって成り立ってる部分が多いんでね。まあ、それがやっぱり移籍してしまうと、やっぱり痛いまあ。エドワールドももちろん j リーグ屈指のセンターバックではあるんですけれども、エドワールドが加入してまあ、単純な守備力とかで言うとエドワールドもこれ j リーグ屈指の守備力があって、レバーパンチ力のあるシュートも打てて振り利くもうまいんですけども。 しかし、ちょっとやるサッカーを変えないといけないかなっていうのはやっぱマイナス側からしたらちょっと痛いと、えー、正直思ってますけどもねだから、これ、ね、マイナスからしても痛いというか複雑やっぱ家族の事情とか、まあ のがあるとやっぱり複雑っちゃこれ複雑まあこのこのの5億円でって書いてはいるんですけどもまあ5億円でもやっぱりサポーター信条からしたらっていうのはあると思いますまあマイナスのお金ねこの事情がちょっと何とも言えないところではまあ,あるんですけどもちょっとねこれマイナス側からしても辛いんじゃないかと思いますけどもね。 そしてまだが後継者にエドワード獲得になるわけでございますね。まあ、この契約更新をしても移籍はあるよねっていうので、まあ、過去話をさせてもらいました。まあ、年に1回か2回ぐらい契約更新した直後とか数ヶ月後に移籍する、まあ、J リー国内で移籍する選手というのは多いんですね。まあ、多いという方が1人2人など多くはないんですけども、まあ、遺跡契約更新後の移籍は別にこう珍しくないケースに。 なりつつあるんで、まあちょっとね、もうでも、でも,もう1ヶ月も経っているし、キャンプも始まっているんで、大丈夫だろうって思っていたら、まさかこのタイミングで、ね、このマルチンスもアメリカに行って、エドゥアルドもも、ね、マイノスの方へ行くということで、ちょっとこれは相当メンタル的にはどっちもきついですね。多分 マイノスのサポーターからしたら、チアゴ・マルチンスの遺跡は痛いしで、まあ、エドゥアルド、本当、素晴らしい選手っていうのは、まあ、マイノス側も分かってくれていると思います。やっぱサポーターの,この、ね、反応とか見ていても、マルチンス、寂しいなとか、まあ、言いつつも、エドゥアルド、まあうん、いい、素晴らしい選手だよねっていう肯定的な意見もあるんで、まあ、それやっぱりね、うん、この嬉しいとか、僕もそれ嬉しいんですけれどもね、まあうん、エドゥアルドがこう過小評価されていないというか、ね、真っ当な評価されていて、そこは嬉しいんだけども、まあ、やっぱ複雑は、 ね複雑で突数型からこっからどうするか後がま確保まあ J リーグ国内からは無理でしょうねあのまあ、なんだろうなチアゴマルチンスが5億円で。 メジャーリーリグサッカー、アメリカの方に行くんで、ここの一部が多分数億円、うん、1億、2億とか分かんないですけどもね、ね、まあ、億単位でトスにお金は入ってくると思いますけれども、やっぱり編成上の都合でお金どんだけ出しても、えー、出せないよう、まあ、選手によっては契約解除条項、まあ、お金でまあこんだけ払えばこの選手移籍できますよっていうのが、まあ、契約解除条項である選手ももちろんいるんですけども、でもやっぱりチームの編成上、こっから J リーグ国内から探すのは難しい 難しいいとと思いますでうーん、まあ、海外とかになる、まあ、ヨーロッパの主要リーグは、ね、これウィンドウ閉まってますけども空いてるとこはまだ空いていますしフリーの選手なら取れるんで、まあ、それ不可能じゃないと思うけども結局海外から取ってくるといつ来日できるのって問題も出てくるんでこれちょっとトスからしたら相当に痛い、うん、とこの選手の編成上ですけれども、ね、もちろんトスも新卒の選手取ったりとかして、まあ、ディフェンスに数がいないわけではないんですけども、まあ、しかし補強はそんなにセンターバック センターバックとかしていないなそれこそ松本選手とかもレンタルで出しているのでセンターバックのところは、ね、ほとんど補強がなかったやっぱりこのセンターバックのところはやっぱり残しつつだから島川選手とかファン・ソッコ選手とか、まあ、昨年鳥栖のディフェンスラインをまあ支えてくれた選手は実はずっと、ね、今年残ってくれていてやっぱり抜かれたのは前線の攻撃的な選手の方が多かったで後ろはしっかり残すことができていたのでじゃあもうこれ松本選手はレンタルで出してもいいでしょうというの でまあそれはね理にかなってはいるんですけれどもしかし、まあこのタイミングでセンターバック抜けられたらやっぱりまあ痛いよねっていうのはありますね、まあ、新卒の選手でいうとまあ大卒の孫選手が今、センターバックでいうとまあ孫選手がいますがそれ以外でいうとちょっとこっからどうなんだ、ね今しんこの既存の選手たちでもちろん戦いをすると思うんですけれどもやっぱ単純に枚数的にこれ厳しいと思います、正直。センターバックの トスの事情から言うと難しいですよね、3バックやるチームおそらく3、まあえー、バックやると思うんですけれども3バックやるチームでこのセンターバックの枚数1枚減るだけでも補強がなかったんで結構まあきついものがあると思いますのでねこれ、えー、どううしよう松本もレンタルで大畑も裏の方に行ってますしちょっとセン、まあ、ザ・センターバックっていう選手は大畑もないじゃないんですけれどもそれにしてもちょっとディフェンダーの枚数足りねえなっていうのは今パッと、ね、これ見ながら話しているんです けどちょっとあ田代選手とかもちろんねいるっちゃいるけども鳥栖、うん、のサッカーってザ・センターバックってタイプはまあ2枚いればまあいいかな、まあ、センターバック真ん中と右にいればいいし左の選手はまあジエゴ選手とか中野伸也とかで、まあ、このウィングバック的に昨年で言うとですけども、ね、立ち回れば、うん、左肩上がりでいいんですけどもしかしたら今年、ね、河井監督は3バックはしっかり可変とかというよりもしっかりこうドーンと構えて、まあ、守備の方に専念してほしいとか ディフェンスのところで力が出せる選手をセンターバックに置きたいとかっていうのがあったとしたら結構これは痛い,いと思います。その単純にこれセンターバック枚数足り,足りないことはないだから、まあ、足りないことはないんだけど不安な枚数であるのは間違いないんで。まあ 割と早い段階で新卒の孫選手とか出ば回ってくる可能性は、まあ、あると思いますが、まあ、そこを、ね、どんだけやれるか、そこ本当、まあ、本当素晴らしい選手であるという評価は聞いています。僕はちょっとプレーを大卒選手は見たことがないので、あ、やれる、やれるよってこう無責任なことは、まあ、新卒の選手に関しては、えー、言わないようにはしているんですけど、それにしてもちょっと枚数的には、うーん、厳しいんじゃないかっていうのがあります。まあ、純粋なセンターバックタイプでと、ファン・速攻田代。 ファンソッコぐらいかあ、まあ、島川も純粋なセンターバックかっていうと、まあ、ボランチ兼任のまあセンターバックって感じなので感じがそうなのでまあうん、純粋なセンターバックでいうとだから田代、ファン・ソッコ新卒のまあ孫選手。 かな、うん、これ以外で言うとだからもういない、本当、島川もディフェンダー、センターバックできるんですけれどもっていうのがあるんで、でサイドバックな、フォーバックやるのかってなると、フォーバックだと今度は右の選手、島川しかいなくなる、まあ、もちろん他の選手、イーノ選手とか、まあ、いますし、小泉のサイあ、まあ、そっか、イーノと小泉がサイドバックやれるから、まあ、フォーバックの方が枚数的には落ち着くか、でも、枚、まあ、数的に落ち着くけど、でも、ああ、落ち着くけどもな、 まあでも3バックが河井監督もね基本路線の。 監督なのでね、4バックは今さらやらないと思うんで、ってなるとやっぱ3センターバック、センターバック3枚、まあ、1枚はサイドバック的な選手を置くとしても、やっぱり厳しいねっていうのがあります。まあ、ジエゴもディフェンダーっていっても、センターバックタイプじゃない、センターバックの左やっているけども、実質まあサイドバックとかウィングバック的な動きになると思っていたんで、あちょっと使い方が非常に難しい、並びが非常にこれ難しくなるんじゃないかな、今、ぱっと見ながら話している中ではですけどもね、まあ、 3バックね、ねエドゥアルド、まあ、このエドゥアルドっていう、ね、素晴らしいこれ選手が抜け,た抜ける可能性が高いというのをもちろん言いたいんですけどちょっとチームの編成上の問題もこれちょっと運営上、まあ、あ厳しいものがあるんじゃないかな。これね、ちょっと うーん、まあ、僕もちょっとねこれはきついなって正直思います、本当、ねメンタル的にもやっぱサポーターもきついでしょうし選手の中の動揺が、ね、広がってると思うんでこれはあどうするか、誰をどっから取ってくるか、まあ、マイノスから1枚取ってくるのが一番早いんでしょうけどもただ、マイノスもセンターバックがじゃあ足りてるかじゃあセンターバック万全かっていうと枚数はいるけども昨年、割と苦労したっていうのがあります。そこをねややっっぱりり中選選選手手手ががが怪我したた後岩田選手が とかまあいろいろねやったんですけれどもなんかこううまくいってなかったっていうのがやっぱりマイナスサポーターの声でもあったんでセンターバック補強必要だよねこのあのマルチンスマルチンスが移籍するしないに限らずセンターバック1枚はやっぱりいるんじゃないかって声があって ただけにですねこれマイノスは枚数的には足りているけどもっていうのがありますので、まあ、こなのでマイノスから1枚取ってくる可能性もなきにしもあらずかなまあ、レンタルレンタルとか含めてですけどもねレンタル完全遺跡で取れそうまあ、どうななんだろうなマイノスもね結構いろんな面白いサッカー するんで、まあ、使い分けたいと思ううんでね、まあ、誰だろうサネットとか岩田選手、この辺のまあ加入はある可能性は僕はあると思いますけどもあると思うというか、まあ、可能性としては低いと思いますけど取るなら若い角田選手ですね、この角田選手をレンタルとか、まあ、取るか完全はないでしょうけどもレンタルは可能性としてあるんじゃないかと思ってますけどさこの辺をまあどうするか。 っていうのはやっぱりあると思いますけれども、ここからの、まあ、トスとマイナスの動きが、まあ、ちょっと注目して見ていきたいと思いますけれどもね。はい。ということで以上になりますね。ちょっとダラダラと喋りすぎましたからね。さすがにちょっとラジオ的とはい,いえ喋りすぎた感がありますけれども、ちょっと朝からね、緊急で撮っているんで、声の方が全く出ていなかったかもしれませんけど、そこちょっと申し訳ないんですけれどもね。はい。ということで以上になりますね。以上、パラプンテジェルサッカーチャンネルを知っていたらチャンネル登録よろしくお願いします。さらっ。